と3時10分ですけども、まあ、2時55分ぐらいの時間でもういいよということになっていたら、ここに行く。おはようございます。マスター、新宿からバスでほぼ4時間休憩20分込みで、駒ヶ根バスターミナルに到着して、今から駒ヶ根駅前に行きます。じゃじゃーん。先日みんなと買った山の靴のデビュー戦をしに一人で来ました。ちょっと寂しいです。どこや、なんか往復のバスとロープウェイの切符を買おうと思ったら、バス運賃、駒ヶ根駅およびバス内では往復乗車券の販売はしてませんって。白平駅窓口で帰りのバス乗車券とロープウェイの乗車券を買ってくださいって書いてた。そうなんだ。0分と30分、30分に1本ありました。ちょっと帰りに松本か下諏訪寄っていこうかなと思ったら、1時間に1本ぐらいしかない。ちょっと山の上でどこに帰るか決めます。そらそらかな。ぐらいまで登りたいですね。お時間の目安なんですけれども、今ちょうど3時10分ぐらいになってますが、2時間滞在です。1時10分ですけども、まあ、2時55分ぐらいの時間でもういいよということになっていたら、ここに来てください。
山オムライス1800円。入り口を出て、あっち、あのカフェの裏からもどっちからでも行ける遊歩道があるので、信州駒ヶ岳神社来ました。こっちが登山道、こっちが遊歩道と登山道。ということで、今日は千畳敷カールにやってまいりました。ロープウェイで一気に2916m まで上がってきて、合ってる2619だっけ、正しくはこちら。ここからは初心者でも挑戦しやすいという木曽駒ヶ岳が確か片道2時間とかで行けてなんですけど、私はまだちょっとね、体力に自信がないのと、ちょっと調子もあんまり良くないので、ゆるハイキング、ゆる山を満喫しに来ました。ここはこちらが、日本で一番標高が高いところにあるホテルですね。で、こちらのロープウェイの駅も日本で一番高いところにある駅だそうです。そんなわけで、ちょっと標高に慣らすためにご飯を食べてからゆっくりハイキングに来ました。あれ、富士山に見えない？ちょっとわかんないけど、頭がちょこんって出てる。なんか日本で 1,2,3 番目に高い山が全部見えるらしいんだけど、どれがどれだかわかんない。すごい、登ってるよ。多分木曽駒とか行くときにあそこ登んなきゃいけないんだ。すごい。あれ、いいんじゃない？よし、OK。やばいね。あっちが登山道で。かかりますか？あっ、こっちが遊歩道。こっちがここから登山道だから、ちゃんとした装備できてねっていうやつ。この千畳敷カールのハイキングコースは1周40分から50分ぐらいらしくって、こういう感じなのでちょっと高低差はややあるんですけども、ロープウェイでヒュヒュンって高いところまで来て、こんな絶景をね眺められて、うっすら登山をしているんじゃないかっていう錯覚まで起こせるという、ハイキングデビューにはもってこいの場所なんじゃないかなと思って、実は夏が始まる前からずっと狙っていました。ちょっと真っ青の空じゃないけど、まあまあ素敵なコンディションなんじゃないでしょうか。のロープウェイの下のところから10度くらい気温差があるので、駒ヶ根の駅は多分35度近くまであると思うんですけど、18度だったのですごい涼しくって、夏の行楽にぴったりの場所かもしれないなと思います。でもここ以上、秋にはこれが真っ赤になって紅葉も楽しめるそうで、それから
冬にはスキーもできるらしいです。でもうちょっとシーズンが早いと高山植物がすごい一面に多分咲いてたんだと思うんですけど、今年はちょっと暑かったんで早めに終わったみたいですね。あそこに泊まると夜は星空が楽しめるそうですよ。そうだよね、明かりないもんね。いつかみんなで泊まりで登りに行きたいな。お風呂も入れるらしいんですよ、こんな高いところなのに。すごいですよね。よいしょ。カールっていうのは半円形の窪地のこと で、千畳敷っていうのは畳が千畳を仕切るくらいのっていう意味で、で千畳敷カールっていう名前になったそうで、2万年前の氷河に削られた地形の千畳敷のカールなんだって。千畳敷けそうですかね。敷けそうですね。池の水がない。よいしょ。なんかちょっとでついちゃうけど40分かかったのかな。楽しすぎてあっという間なんだけど、時計回りで回ってきたんですけど、時計回りすると最後にちょっと登山したみたいな階段が待ってる。しっぽくさがってきた。必要なところの予定です。じゃあ、またねー。